ということで、今は朝の7時でございます。寝起きです。寝起きグッズ開封ということで、はい、頭ぼやぼやしながらなんですけれども、グッズを開封していきたいなと思います。はい、今回はこちらです。どーん、ラバリエーション。ちょっとごめんなさいね。朝なんでちょっと頭が回ってなくて、ラバリエーションです。はい、クリア&ラメ、発光など様々なバリエーションがあるラバーマスコットということで、これめちゃめちゃさ、種類が、ラインナップが豪華で、1おこつゆた、2おりもとりか、3全員巻き、4犬巻き取り、5パンダ、6五条悟る、7ゲトウスグルなんですけど、この後のレアっていうのが、8おこつ&りか1、9おこつ&巻き、10おこつ&トゲ、11おこつ&パンダ、12おこつ&五条、13おこつ VS ゲトウ。え、すごくない？もうこの時点でおこつ当たったらもう OK やねん。おこつ絶対当たる確率がここでも上がってる。そしてスーパーレアが14おこつ&リカ、15がゲトウスグル2なんですけど、もう前回やってた時にリカが出たんですよね。確か、これや。前回このリカが出たんですけど、ちょっと本当に今回はおっこつ狙いで絶対当てたいなと思います。お願いします。本当に当てたい。いきます。せーの、はっ。おー、やばい。え、これ絶対、目覚めた。これ、おこつ VS ゲトウじゃない？レアのやつや。やったー。すごい。これは、ちょっとクリアラメのやつですね。すごい。クリアラメ。クリア素材でこう、キラキララメが入ってます。めっちゃかっこいい。ちょっと今までのラバストーの中でトップランキングかもしれへん。え、ちょっと待って。めっちゃいい。え、このラバリエーションマスコットめっちゃ良すぎ？え、目覚めた。うわー、やばすぎる。ちょっとぜひ皆さんもね、やってみてください。開けてみてください。すごいいいよ。めっちゃ感動する。めっちゃいいですね。このリカもすごい可愛くていいなって思ってて。いや、もうめっちゃいいやん。細かい。ね、すごいめっちゃいい。ということで、本日の開封は大当たりでした。もう、かつてないぐらい嬉しい。はい、ということで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。いつもね、こんな感じでグッズ開封したりとかしてるので、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。